ドクター山本の血管を若くするお料理教室始めます。今日のレシピは牛肉の赤ワイン煮作ります。年末年始のごちそうシーズンに、意外と簡単に作れるんだけどすごく美味しくてごちそう感があるということでご紹介します。お肉なんですけど、今日はもも肉でいきます。脂身が少なくてすごくヘルシー、時間かけて煮るとホロホロに柔らかくなるので安いところで全然十分です。トマト缶と赤ワインで煮るんですけど、人参と玉ねぎを入れて、玉ねぎはよく炒めて旨味を出すと。で、人参も旨味が出るんで人参も一緒にやります。最後に決め手が実はマッシュルームで、バターで炒めて入れると本当にこれコク出て美味しいです。まず玉ねぎ、飴色になるまで炒めるといいんだけど、時間がもったいないので例によってレンチンでいきます。みじん切りというか、かなり煮込むのでもうクタクタに形がないぐらいになるので、みじん切りなくても OK と。レンチン500ワットで5分いきます。と、人参、さすがにこれ皮むかないと食感が悪くなっちゃうんだけど、でももったいないんで、これもうみじん切りして、どうせシチューなんで、人参もじっくり煮ると柔らかくなってすごく美味しいんで、今日はもう2時間かけて煮込むと。お肉は、これ塊がちょうど売ってたんで、煮込むとすごい縮んじゃうんで、大きめに切った方が食べ応えがあってごちそう感もあると。普通に思うのの 1.5 倍ぐらい。なんかちょっといい肉だった。実はこれ半額で売ってたから、半額で買ってきたお肉。しっかり味付けたいので、お肉には塩コショウをたっぷり振っておきます。減塩と言いながら、ちょっとシチューになるとさすがに塩分がないと美味しくないと。お肉はもう強火でしっかり焼き目をつけると。これどうですか、これなんかシチューするのもったいない、このままガブッといきたいぐらい。焼き目がつけたら一旦取り出します。レンチン玉ねぎ、ういや、よいしょ、よし。人参もニンニクも一緒に。玉ねぎはちょっと飴色、焼き目がつくぐらい色が変わればいいので、これに赤ワインを300、トマト缶、トマト缶ってイタリアから来るんだけどすごい安いですよ。これ120円ぐらいだった。なんか安くないですか、トマト2つぐらい入って。お肉も戻します。コンソメ小さじ2、肉に結構塩振ったんで小さじ2ぐらいで、で、あとお砂糖が、これ実は結構コク出るんですよね。塩味も強くなるし。これアク取りながらもう2時間煮てきます。じゃあ弱火でいきます。あと追加でマッシュルームを、バターを2切れ。溶けたらマッシュルームを。抽出。マッシュルームにバターを吸わせる感じで。今日このキノコって本当不思議で、特別栄養価が高いわけじゃないんだけど、食物繊維っていうことと、旨味が結構凝縮してるということと、ある種のキノコは、抗がん剤になったりすると、免疫を強める。で、ビタミン D も豊富と。血管を若くする最強メソッド5という本を書いたんですけど、その中のおすすめ食材にキノコは入ってます。食べるべし、体にいい食べ物と。いい感じに沸いてまってきたんで、2時間煮た鍋にこれ入れます。しばらく煮込んで、いい感じにできたんで、最後、香り付けにちょっと裏くてペーパーだけ。肉と玉ねぎと、あとトマトと、さらに赤ワインと煮てるんで、この味はすごいコクがある。お皿に盛り付けて試食したいと思います。牛肉の赤ワインにちょっと食べてみたいと思います。しっかり煮たんだけど、ちょっと途中の水を入れすぎたせいか、少しちょっと汁が、とろみがない感じです。お肉からいきます。ほろほろ。ほろほろのお肉。これ美味しい。ドクター山本の料理、基本野菜ばっかりなんで、たまに肉食べると本当は幸せですね。もも肉で、脂もほとんどもう落ちちゃってるんで、意外とカビが少ない。マッシュルームちょっと食べてみます。このバター吸ってるんで、すっごいバターの香りです。あと人参。人参とろっとろ。本当の料理人の人は、野菜をすりつぶしてこしてソースにするらしいんですけど、
これ本当は4人前分ぐらいの量、2皿いけますね。楽々。さらにコク出したいので、ちょっと、まあ味変というか追加の味で、粉チーズ。粉チーズかけると、コクが増して、チーズの味がオンになった。美味しいです。皆さんもぜひお試しを。